刑事チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。申し遅れました、私福山貞治です。私のことをガリレイと呼ぶ人もいるらしい。実に面白い。今日は刑事チャンネルに代わって私福山が PS ストアの神ゲーを紹介しようと思います。現在東京ゲームショーセールが行われている。皆さんご存知の通り、私福山は物理学の准教授だ。そんな私に神ゲーの紹介なんて可能なのかどうか。デレデンデンデデン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 。理論上可能だ。早速 PS ストアの神ゲーを見ていこう。ダッダッダッ。東京ゲームショーセール最大 80% オフ、実に面白い。思い出したんだけど、昔まっちゃんとぷよぷよ対決をしたことがあるね。あのゲーム、あれは実に面白い。ハッハッハッタ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 ッ。今回セールで見逃せないゲームはいくつかある、紹介していきたいと思います。まずはこの東京ゲームショーセールに入る前にこちらだ。トラトルとシュレッダーズリベンジ桜とか。このゲームは今年発売されたゲームの中でも非常に評価の高い一本だ。横スクロールのベルトスクロールアクションだが、とてもよくできている。最大6人で協力プレイもできて、めちゃくちゃわちゃわちゃしている。実に面白い。ドットのアクションが嫌いではなく、タートルズに違和感を感じない人はぜひ遊んでみるといい。数あるベルトアクションスクロールゲームの中でも最高峰の出来と言っていいだろう。では改めて東京ゲームショーセールを見に行こう。これは実に興味深い。今年発売されたグランツーリスモ7やドラゴンクエスト11、モンスターハンターワールドなどが軒並み安くなっている。そして少し下に行くと、ファイナルファンタジー7リメイクや、今ネットフリックスなどでテレビドラマが始まり、プレイヤー人口が急増しているサイバーパンク2077なども安くなっている。これは見逃せない。はっ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 。あ、ていちょっと痛くなってきたな。え、ちょっと痛くなってきたな。ちょっとスリスリすぎた。痛いよね。もちろんゴーストオブツシマも安くなっている。日本最大のゲームイベント東京ゲームショーのセールだけあって、非常にたくさんのゲームが安くなっている。ん？このゲームは戦乱神楽。実に興味深い。見てみよう。戦乱神楽ニューニュー PS ストアスペシャルパック。プレイしたフレンド7人。なんかもう、あ、やらしい、やらしい、やらしい、ああ、やらしい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 、なんかわかんないけど、なんかもうわかんないけど、やらしい感じ、やらしい感じする。セクション。え、やらしいゲームなんじゃないかって。よくないな。人は少なからずとも誰もがやらしいゲームの恩恵を受けて生きている。そこから目をそらすのは間違っている。あとは選択の問題だ。何を選択するかって、この追加コンテンツでどれを選ぶかっていうところ。もちろんこのニューニューパックスペシャルを買ったなら、追加コンテンツどれか一つは絶対に買うべきだ。絶対にだ。しかしこの福山、硬派なゲームにしか興味がない。物理学的観点から硬派なゲームを紹介していきたい、そう思っている。今回は戦乱神楽はなしだ。なら一体どのゲームが正解なのか。これでもない、これでもない。このゲームは、あー、やらしいやつだ、これ絶対やらしいやつだ。あ、ビンビンに感じるわ、これビンビンに感じる。これ、これパソコン版とかでもすごいやらしい感じのゲームで出ちゃってるやつだ。そのやらしいゲームをなんかプレイステーション向けに、これ、あの、なんかやらしい、そういうシーンをカットして移植してきたやつだ、絶対そうだ。実に興味深い。先ほども言ったが、私は硬派のゲームを紹介したい。このはみ出しクリエイティブが、いろんなものがはみ出しちゃった。何がはみ出してるのか。パソコン版が出ているのであれば、それを検索してみればいい。パソコン版の発売がされている。これは、これ、え、ちょ、待って、え、これ、何してんのこれ、何してんのこれ、ちょ、え、そんなこと、こう、はみ出てる、すっごいはみ出てる、すっごいはみ出てる、これ。なんかあの、ビラビラビラって、ビラビラってはみ出てる、これ。ビラビラって。このゲームは、硬派だ。物理学的観点から見ても、それは間違いない。ほら、はみ出てない、ギリギリ。可愛いだけだ。いや、しかしパソコン版ではあれだけビラビラとはみ出てたもん。セクセクセク。プレイステーション向けに硬派になること、そんなことが可能だというのだろうか。
デデ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 デ理論上可能だ。ならこのゲームは買いだ。早速買っておこう。いや待てよ、このプレイステーション5は刑事チャンネルのゲーム機だ。私が勝手に買っていいものなのだろうか。そもそも刑事チャンネルは普段どんなゲームを購入しているのか、それを見てみれば買っていいのかどうなのか少しわかるかもしれない。覗きではない、これは立派な研究材料だ。ゲームイーストがある。神ゲーたち、かっこ硬派と書かれている。やはり硬派なゲームが好きなようだ。ここには非常に硬派なゲームが並んでいる。刑事チャンネルのどんなゲームが好きなのかというその趣味思考が伺えるな。ビラビラはみ出しクリエイティブはちょっと違うようだ。やはり買うのはやめて。ん？待てよ、もう一つリストがあるぞ。そういうゲーム、これは実に面白い。せや、あれだけ硬派なゲームが好きだった刑事チャンネルがこれだけドスケベなゲームを取り揃えているということは、これはなんか研究してたに違いないの。研究だ研究だ研究研究なんだよね、研究。ということでこれは買ってあげよう。いいことをした後は実にすがすがいい。だいだいだい、こんなのもあるぞ。ラズベリーキューブ、これもビンビンに感じる。パソコン版でドスケベバージョンが発売されているに違いない。そんなゲームがプレイステーション向けに硬派になって生まれ変わる、そんなことが可能なのだろうか。デレデン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 デレデン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 デ理論上可能だ。なら購入だ。実に面白い。東京ゲームショーセールを見て普段触れないゲームの世界を見ることで私の物理学の世界もまたさらに広がりそうだ。また機会があればゲームの世界を覗きに来るとしよう。では今日はこれでさらば、失礼する。東京ゲームショーセールでゲーム買っちゃおっかな。今回の予算は3、4000円ぐらいしかないから、ウィッチャー3だったらもうそれ買いだな。やっぱ硬派なゲームっしょね。ってなんか勝手にギャルゲー買われてる。はい、というわけでですね、なんかちょっと誰か来てたのかな、うちに。なんか残骸があるんだよね。なんかよくわかんないですよ。改めましてどうもこんにちは、刑事チャンネルです。もうメイン、今日の動画のメインは終わりましたよ。ね、というわけで、東京ゲームショーセールが結構何日も前に始まっておりまして、ね、いろんな別の動画にかまけてたので、この今回のセールを紹介するタイミングがなかったんだけれども、今回ちょっとね、目玉になるものだけでもね、紹介していこうと思いまして、簡単にちょっと今、ザザッとね、まあ、先ほどちょっとね、なんか服屋、っていう人がちょっとおすすめしてましたけれども、タートルズ・シュレッダーズ・リベンジなんていうのは 20% オフで初めてのセールとなっておりますね。初めてのセールっていうのはそんなに多いわけではないんですけれども、グランツーリスモ7もね、以前セールになっておりましたし、ただ結構お買い得になっておりますよね、そろそろといったところです。でね、前回もセールになってたんですけれども、サイバーパンク2077、今また注目度すごい上がっておりまして、すごいいいタイミングでセール来てるななんていう気はしております。気になってた方は、ゲーム自体はすごくいいので、ただし次世代機、PS5 以上、もしくはパソコンとかで遊ぶのをおすすめします。まあ、プレイステーションストアの話してるのにパソコンで遊ぶのをおすすめしますっていうのも変な話だけどね。PS4 ではちょっとね、おすすめできるものではございません。PS4 版どうなの？ね。いや、俺が起動してさ、確認すりゃいいんだけどさ、そんなタイミングもなかなかないよね。まあ、Tales of Arise や、ジャッジアイズ、ロストジャッジメントといったところで、ここ最近の、まあ、注目ゲームなんかも出ております。で、グランドセフトオートがあるな、あるな、ちょっとこれどうしようかな。 PS5 版っていうのないの、グランドセフトオートって。いや、あるな、半額だな、買っとく、パソコンがいいかな。え、そう、先日ね、なんかグラセフ6のリークの、動画の話を聞いてたくれた方はちょっとご存知かもしれませんが、ちょっと遊ぼうかなと思ってるんですよね。うわー、すっげー悩むな、どうしよう。人気のある配信者の方がパソコン版なのか、そのゲーム機版、ゲーム機っていうか、その PS4 版 PS5 版で遊んでるどっちかを見た上で決めよう。バイオハザードとかいつもねセールになっておりますよといったところです。あ、風のクロノアアンコールはこれは初セールだと思いますね。これすごい評判いいですよ。まあ、過去に遊んでた方はね、いいんじゃないかなというところでしょうか。ほいでもって8が発表されましたけれども、鉄拳7がかなり安くなっております。もともとの価格が結構あれだけど 80% オフだからね、鉄拳7ね。
もう完全に8作ってます、今のうちにちょっと遊んでてくださいっていうやつですね。そしてダイイングライト2も安くなっております。東京ゲームショーセールなだけあってかなり大盤振る舞いです。ほらライザの太もも2もね安くなってます。ライザの太もも1は安くなってないのかな。太ももって言うな、太もも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 のうちと違うな、太もももももも内ももも、どっちかっていうと内もも、あライザのアトリエ安くなってるわね。あーそしてこれね結構いいかも、2王の1、2が安くなっております。結構意外と安くなりにくいですよ2王の1と2は。なんか今体験版でウォーロン来ておりますけれども、まあ、その DNA のね、根幹となっている危うく断根っていうとこだった、脈々と受け継がれるものがありますから。あとね、ゼロ濡れ髪の巫女、これゼロのシリーズのね別のゲームのリマスターも発表されましたよね、っていうところでいいんじゃないでしょうか。怖っ怖っ。おー龍が如くセブン 60% オフです。いやでねちょっとね俺毎回なんかセールになってたらおすすめはしてるんだけど歯です 30% オフ2002円。まあなんていうところですかね、ちょっとだいぶ駆け足ザクザクとではございましたけれども、東京ゲームショーセールでちょっと気になるセールタイトル見てみました。いや俺もなんかな、あのギャルゲーさえなんかわかんないけど、いや勝手に買われてたから、それさえなければな、それさえなきゃな、グラセフ買ってたかもしれないのにな。どうも皆さんご視聴いただきありがとうございました。同じか何かしらのねお会いしましょう。じゃあねこういう動画にも付き合って、ギリで付き合って。